かつてトレンディ俳優として絶大な人気を博した俳優の石田純一70俳優タレントニュースキャスターなどさまざまなジャンルで活躍するも最近ではテレビ出演が減り2023年から千葉県船橋市で焼肉店を経営している ABEMA エンタメは郊外の焼肉店で働く石田に独占密着現在の姿に迫った取材日当日 石田が待ち合わせ場所に指定してきたのは自身の店がある船橋の駅都内の自宅からおよそ1時間半電車を乗り継いで通っているという石田船橋に出店した理由は石田ちょっと通ると船橋って1000ベロ1000円でベロベロになるすごく安くてまあまあ美味しいでもめちゃめちゃ安いお店が結構あって普段だったらそうですねもう4時5時 土日だと3時ぐらいからみんな飲んで酔っ払ってますそういうところがいいかなと石田さんなりのリサーチがあってなのですね石田そうそうこの辺の雰囲気が自分の中の船橋こういうところに来てたんですよそういうところで最初からこの辺狙っていてこの辺の高層マンションなんかはまだ駅前にできるんですけれども 自分たちも買えないような高級な高層マンション。石田さんでもですか石田、買えない、買えない。はっきり言うと、絶対失敗できない、っていうのはあったので。ここなんですけど、なんか一軒家みたいな、ここ一個独立していて、すごくいい物件だなと。お店はいつから始めたんですか石田去年の5月です。店名はどうやって決めましたか石田。 昔それこそ小泉純一郎元首相にお会いしたとき、純ちゃん、同じ、純ちゃん、だから頑張ろうな、って言われて、看板の文字は自分で書きました。